はい、皆さんこんにちは、山内太一です。首都圏高校選び、偏差値60代前半ならこの高校が良い。僕、中学生のための高校受験というのは正直あまり詳しくないんですが、いろんな高校を調べていて、こういう高校がいいなと思った学校がありますので、中学生、あと中学生の保護者の皆さんでどんな高校がいいのかなって悩んでる人にアドバイスできるかなと思ってこの動画作りました。特にこれは公立高校です。どうしても盛んに宣伝をする私立高校や私立中高一貫校の情報ばかり世の中には溢れてます。私立高校は宣伝上手ですからね。もちろん私立高校、私立中高一貫校、いい学校はいっぱいあるでしょう。でも宣伝しない公立高校の中に良い高校がある、今回紹介するのは神奈川県立生田高校と千葉県立鎌ケ谷高校です。なんでここなの？それは私が同じような高校をいっぱい見てた中で、この2高校は推薦合格者を出してるんですよ。進路実績を見るときに、こうね、早稲田大学何名、慶応義塾何名ってみんなやるでしょ。でもこの生田高校と鎌ケ谷高校は何方式で入ったかをちゃんと出してるんですね。だから一般選抜で何人、例えば法政大学行って、総合型や学校推薦型で何人合格したって出してる。つまりこの2校に関して言えば、いろんな高校の中でも推薦に対して理解のある高校ということです。残念ながら理解のない高校もあるんですね。大学受験イコール一般選抜だけで行け、あるいは特進クラスは一般しか認めないとか、うちは大体指定校推薦で決まってしまうなんていう高校もある。今回はその東大何名なんて競い合ってるようなトップ高校の話ではありません。みんながそんな高校入れない。偏差値60とか62ぐらいですね、高校の偏差値が。このあたりの中でどこがいいかっていう時に、僕はどうしてこの2校がいいかっていうと、推薦で一発逆転が打てるから。要はマーチの推薦に強いんですよ。あるいはマーチを推薦で受けることに対して高校側の理解や支援がある高校、これは大事。あるいは場合によっては総計とか上智とか理科大の推薦にも受かってるんですね。高校のランクから言えば総計上理に手が届かない高校です。ごくごく一部の優秀な人しか。しかし一般選抜だけではなくて推薦も応援してくれる、こういう高校は貴重だ。なので公立高校選び、あるいは私立であっても推薦で総計上理 G マーチ、あるいは国公立の推薦にも強い高校っていうのはこうやって分かるんですね。もちろんデータだけじゃなくて、本当に真剣に検討するなら高校の説明会に行ったり、まあ、塾なんかにも相談してほしいんですが、意外と首都圏において国公立や総計上理 G マーチの推薦をちゃんと対策してる高校は少ない。一般選抜で行け、あるいは自分たちはそういうところまでは手が回らないっていう高校もあると思うんですね。もちろんそういう高校が悪いとは言いません。でも手が届かないと諦めないで難関大学に推薦で行けることも推奨している、まあ、とはいえ学力は高いんで主力は一般選抜っていう高校はおそらくいい高校だろうと僕は思うんですね。どっちの高校も訪問したわけではありませんから僕も偉そうなことは言えませんが、進学実績で推薦で受かってる大学をちゃんと出してる学校っていうのはおそらく良い高校だろうとは思うので、いくつかの高校で悩んでるんだったら進学先として検討に値するというのが私のメッセージです。推薦で国公立や総計上理 G マーチに強い高校は進学を検討するに値するというのが今日のメッセージです。首都圏の皆さん、高校いっぱいある、悩んでる人、あるいは中学受験や中高一貫校という道を選ばないで高校受験で、まあ行きたい高校を決めるという人にはこういう高校の選び方もありかなと思ってご紹介しました。ご検討ください。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。メガスタなら総合型選抜、推薦入試と一般入試両方の対策が可能です。大学受験で志望校に合格したい方は画像をタップするか概要欄のリンクをクリックしていただき、メガスタの資料をご請求ください。